トベイカロスの翼は1978年に発刊された草加博史著作のノンフィクション作品。また、同章をもとにしたドラマ、映画、演劇作品。ノンフィクション書籍の正式な名称はトベイカロスの翼青春のロマンのピエロにかけた若者の愛と詩である。写真家志望の青年、栗原徹は、 サーカス団員たちの写真を撮り続けるうちにサーカスそのものに見せられていく。ついには自らも入団しピエロとなって活躍、サーカス団のスターとなるが演技中のアクシデントにより20代の若さでこの世を去った。同書は栗原が残した日記と関係者への取材により構成されている。1979年に西条秀樹主演でテレビドラマ化。 1980年には、佐田正史主演のインディーズ映画が制作、発表された。同じく1980年には、声優ファミリー劇場で、ミュージカル化。1986年から1995年には、劇団、あずま演が、小松みきおの脚本により、舞台化。2009年5月には、新しい演出、脚本で上演された。 1979年10月7日、TBS 系列、東芝日曜劇場で放送。TBS 制作。主演は、西条秀樹。演出は、鴨下新一。脚本は、石井紀美子。東芝日曜劇場の通常放送は21時21時54分で、あるが、当日は、第35回衆議院議員総選挙の、 特別番組が編成されたため20時45分21時40分に放送された。1980年1月26日に劇場公開された。独立系での公開となったためヒットには繋がっていない。また全国各地の有志によるホールでの上映会が近年でも行われており合わせてビデオソフト化を要望する動きもあったが 2012年10月に DVD 化され、U キャンより発売された。TV 放映については、専門チャンネルではあるが、2014年9月14日に、日本映画専門チャンネルにて、放映予定となっている。主演は、サダ・マサシ。また、作中の音楽監督も兼任している。サダにとって、映画初主演である。サダの楽曲、道家師のソネットは、 この映画の主題歌として制作されたものであり、本作の内容から着想して作曲している。なお、劇中仕様の音源は、シングルリリースのテイクとは異なり、一部の歌詞が省略されていた。ありがとうございます。